はい、皆さんこんにちは。福岡県篠栗町自在な整骨院の古田です。今日もですね、肩こり、首こりに関する役立つ情報というのを皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。今日はですね、ストレッチなんですけども、前回まで、肩甲骨周り、肩こりの原因として、肩甲骨の位置だったり肩甲骨周りの筋肉が硬くなってますよというところで、ストレッチをいろいろ教えてきましたけれども、今日はなんとですね、肩周りじゃなくて腕です。腕の筋肉が突っ張ることによって肩こりが起きるっていうのをちょっと皆さんにぜひ、分かっていただければなというので、今日は動画をアップしますけれども、腕、皆さんパンパンの方も多分結構いらっしゃると思うんですけども、日常生活ですね、腕使う機会がすごい多くなりました。というのも、知らず知らずの間に皆さんスマホとかしてますよね。スマホってですね、結構腕使ってるんですよ。中途半端なにこう力が入った状態で何でもこうボタンとか操作したり、あとパソコンもそうですけども、こうですね、カタ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 、そういうことで地味に筋肉使ってるんですよ。こんな感じでですね、ちょっとしたこう指の動きで腕の筋肉使ってて、腕がパンパンに張ってる方、なんかもう力が入らなくて重たいなんて方結構いらっしゃって、この腕の筋肉が首だったり肩の凝りっていうのを引き起こす原因になりますので、今日はそこを見ていきましょう。まずチェック項目としては、まず首を横に倒したり、この動きすごい関節が硬くてですね、このぐらいしか曲がらない方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり動きがある方が筋肉緩んでるの一つのサインですので、ぜひ今どこまで首が曲がるかっていうのを今ぜひ皆さんチェックしてみてください。で、腕ですね、今言ったパソコンもそうなんですけど、あと一つ、産後のお母さん方、まあ、お父さんもですね、お子さんの子育てとかするとき抱っこすると思うんですけれども、赤ちゃん生まれた時でも今 3000g、まあ、3kg だったり 4000g、4kg だったりすると思うんですけど、成長していくにつれて、まあ、5kg、6kg、7kg というふうに重くなっていきますよね。でも抱っこをずっと続けないといけないので、ずっとこう腕の筋肉使ってると思うんですよ。この筋肉相当パンパンだと思うので、これを伸ばしていく。で、ちょっと今から検査でやってほしいんですけど、これ伸ばす方が簡単です。手のひらをですね、ぜひこう前に向けて、指を、まあ僕だったら右手ですけど、左手で指をですね、ぐっとこう後ろに反らしてください。そしたら前の筋肉がものすごい伸びるので、ぐーっとですね、こうめちゃめちゃ伸びます。あんまりぐっとやりすぎると痛くなってしまうので、ちょっと気持ちいいぐらいで伸ばしてください。で、これしながら今僕右伸ばしてますけど、首をですね、左に倒します。そしたら右の首が伸びるんですけど、何もしない状態で伸ばすのと、手首を後ろに反らして腕を伸ばしながら首を動かすのとでは全然動きが違うと思うんですよ。もちろんこの腕をストレッチしながらの首の動きのがものすごい軽くいくと思うんですね。ぜひ皆さんやってほしいんですけど、反対もちょっとやります。左腕を伸ばす、伸ばしながら頭を右に倒すと、ものすっごい軽く首って動くんですよね。っていうのはつまり、腕の筋肉が硬くなることで、ここ首だったり肩の筋肉がぐっとこう引っ張られてるんですよ。なので腕の筋肉しっかり、これもケアが行き届いてない方っていうのは、首の筋肉だったり肩の筋肉が硬くなりやすいので、今言ったパソコンとかスマホとか、特に産後のお母さん方、お父さん方、子育てでですね、ものすごい腕使ってしまうと思います。それで肩こりにつながりますので、ぜひこの腕の筋肉ストレッチをですね、やってみてください。ここの筋肉が柔らかくなることで、首の筋肉、肩の筋肉かなり楽になります。日頃ずっと力が入っているのも楽に落とせます。日頃のですね、疲れっていうのも、ぜひ腕のストレッチで、前腕って言いますけど、ここのストレッチをすることで解消しますので、肩周りだけでなく、こういった腕の方もぜひ見ていってください。はい、やるとこ多分たくさんあると思うんですけど、自分に一番あったとこ、聞くとこですね、見つけて日々のストレッチ習慣に入れてみてください。またわからないことだったり、ご相談とあったら、いつでも受付しますので連絡ください。はい、じゃあ今日は以上になります。